演武開演。どうも皆さん、だんだん寒くなってきますね。この時期になってくると出さなきゃいけないのは暖房器具ですが、自分が普段使っている暖房器具を今日は紹介したいと思います。それはこちら、中岸というメーカーの電気毛布です。これはこんな感じです。コンセントもついていて、このコンセント挿すと暖かくなるんですが、これ掛けと式両方で使えるんですよね。なので例えばこのパソコンに座っているときは掛けて、あ、床に転がりたいときは敷いて、そんな風に使い分けることができるんです。寝るときなんかには特に助かります。上どちらでも使えますからね。今年もこれにお世話になって冬を乗り切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。